Azo Drive。 北海道のスタートアップ企業支援をしている札幌イノベーションラボの入澤拓也がお送りする Azo Drive。 今回のゲストは株式会社スクイーズ館林真一さん。クラウド型ホテル経営でアパートメントホテルなどを運営するほか、エスコンフィールド北海道内のタワーイレブンホテルや温浴施設の企画運営、さまざまなクライアントへの宿泊管理システムの提供やコンサルティングなどを行っています。Azo Drive。 株式会社スクイーズ、これは何の会社かっていうのをまず館林さんちょっと一言。はい、スクイーズはですね、ホテル業界の DX ということで、このホテル業界をですね、こうテクノロジーとオペレーションでアップデートしていきたいと、クラウドコンシェルジュって我々呼んでるんですけども、うん、いわゆるこう在宅の方々とか、カンボジアにも会社がありまして、カンボジアのオペレーションセンターから、うん、その全国のホテルの24時間のゲストサポート、コンシェルジュ、フロント業務は全てクラウド上でやってると、うん、はい、これを一気通貫でやる事業やってますね。でもそもそも何をやってきて今そこに来てるのかっていうこと、結構僕もよく知らなかったんですけど、はい、両親 の、母親が持ってる賃貸アパートがですね、空室で困ってたわけですよ、で、私がこうシンガポールにいて、空室で困ってんだけど新一なんとかできないので、こう Airbnb にじゃあ乗せてみたらと、乗せた途端もうどんどん予約が入ってきてですね、そういうのをオンライン上でシンガポールからゲストの対応を僕ができたんですよね、どこにいてもそのホテルをもう支援できる、どこからでも在宅でも海外からでも、そのホテルっていうのはこうコンシェルジュできた、これが結構きっかけで、じゃあこれ創業して事業やってみようって思ったのが2014年ですね。2014年、はい。インタビューの続きは番組ホームページでご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。